ごぼうさん1秒の意味にしましまょうかさっきねちょっとシャワー浴び,浴びながら考えてたんですけど要はあのー、前回その何ですかねあのー、なんだ思い込みの前なんだっけな思い込みの前はまあ積み上げみたいな話だったような気がするんですけどもなんか例えばその何ですかねえっ、ー、とまあ大学に出てくるような数学 とかまあ,あのアインシュタインが解くような数式とかあるじゃないですかでそれを思い込みで解けるかっていうと多分無理だと思うんですよ久保さんがすぐ大学の数式大学で習うような数式習います解けます思い込みで多分解けないと思うんですよまあ何かっていうと要はその順番が物事にはある程度の順番があって一番の順番って何かっていうと 1>, 1という数字がどういう意味なのかっていうことを理解しないと1っていうのはリンゴが1個だよみたいな多分そうやって習ってきたような気がするんですけどもそもそも1という数字はどういう意味なのかこれを理解しない限り1に対してのこの数式が成り立たないんですよね2っていうのはどういう意味なのかリンゴが2個だから2なんだよ2っていうのはリンゴが2個なるほど2っていうのはこれが2つ2なのかっていうそのこのなんだただのこの 文字なんだけど、このそれを2と理解する。その、この数字に対してどういう意味付けをするのかっていう話ですね。で、それができないと、多分解けないと思うんですよ。数式っていうのは。だから何ですかね。まあ人生っていうのは意味付けであり、さまざまなことに意味僕たちは意味付けをしていると。だから1秒に対してどういう意味付けしてるのかん。だから今年はもう来年こそはっていう意味付けで、今年の意味付けはもう終わりですかみたいな。なんか どういうやっぱ意味をつけるのかっていうのはまあ大事なのかなと思いますね。うん。そう。うーん1秒も。1秒すらもったいないっていう、1秒に対してもったいないっていう意味付けをするのか、早く1秒過ぎてほしいっていう1秒に対して意味付けするのかによって、なんか考え方変わるし、捉え方変わるし、その後のアクションは変わるんじゃないかなと思うんですよね。うん。でも 数式を解く人生の方程式を解くためにはいろいろな意味付けをしない限り多分解けないっていうことですよねうんそう意味はないけどそれ聞いて意味あんのみたいなね <laughs> 今年はね堀江さんにねそう聞いて意味あんのみたいなで少なくてもその聞いて意味あんのっていうその問いに対してねいろんな意味付けをしてきたと思うんですけど、まあ、これからもねその,聞いてその聞いて意味あんのみたいなねそう <laughs> 意味をつけていけっていう話ですねいってらっしゃい